マキシム・ライチュ、1998年5月18日隊は、ドイツ s ン出身のプロサッカー選手。VFL ボーフム所属。ポジションは、左サイドバック及びセンターバック。ライチュは、SNRSV1899 のユースチームでサッカーを始め、2007年に SG、バッテンシャイトのユースに移った。2008年に、VFL の育成部門に移籍し、 2016-17年シーズンからプロチームに所属している。2016年12月10日、TSV1860 ミュンヘントのホーム戦でにブンデスリーガのデビューを果たした。ライチュは2015年のドイツ U18 代表に2度、選出。2016年でも U19 代表の試合に2度、出場している。マキシム・リーチ・アウフデン・シュプレン・オリバー・ビラフス。 ダーウェシーン、2017年3月14日閲覧。リーチアンターシュライブとプロファイバートラック。VFL ボーキウム、2017年3月14日、閲覧。ゲーゲン1860ミュンヘニエアフルと VFL、トレーナーバーベックカインドハイトストラウム、ミッドエアフォルク。ダーウェシーン、で、2017年3月14日閲覧。リーチウントカナウスゼーゲンボッカムスネウエンベーク。 リビルスポートで2017年3月14日閲覧。ウエストフォーネーポカル U17 ホルトデンチータル。VFL ボーキウム2017年3月14日閲覧。グランディオオッサーアブシュラス U19 ホルトウエストフォーネーポカル。VFL ボーキウム2017年3月14日閲覧。ありがとうございます。